どうもこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今回はこれです、うん、はいはい。袋来た、久しぶり。事務局、うん、ダブルセットで。おお、ちょっと待って待って、どっちが来たの。初めてじゃないですかこれ。そういえばいつも一個ずつ来るよね。はい、これが、うん、ゲーマの普通の大会。はい、ゲーマフェス、フェスの方です。あれです、はい、でこれが皆さん存在を忘れてるかもしれませんが、デュエパラです。おお、なんかちょっとグッとくる。最近ねちょっとやってないからね。こっちはまだみんな覚えてるんですけど、こっち小学生だけですから、はい、確かにさらに影が薄れてしまう。そうですね、はい、その景品が来たのかな。そう、景品が来ました。はい、で、あのちょっと諸事情によりですね、はいはい、今日の大会の景品がないのかなと思って、もしかしてこれかな、その辺探してたんですよ。ああ、はいはいはい、うん、ここかなって思ってもう開けちゃいました。ああ、はいはいはい、あ、そうなの。じゃあこっち開けてみてください。なんでこっちから先に行きましょう。それはそんな直線ってことはないだろうけど、今日のあったでしょちゃんと。まあ、ありました、ね、そうそうそう、ゆみちゃんに渡してあったという。あ、で、そうそうそう、うん、で、今日からそう、新カードなんだよ。そうですね、うん、知らない間にこんな感じ。はい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 、ボンバーマックスですね、うん、はい、ボンバーマックスがこれじゃんけん大会の景品になりました。そうですね、はい、あと皆さんお気づきかもしれませんが、うん、普段よりも3箇所のパックが申請しました。そうなんだよね、32で申請しても一応その半分ということで、はい、16が規定人数になりました。はい、なるほど。そしてあとは、これが多分交換のやつかな。あ、交換、3箇所のパック、3パックで、はい、交換できるやつですね。はい、うん、なんかこれ変わったらしいんですか。あ、変わったの。俺いつから変わった。ん、あ、こっちもボンバーマックスなんだ。あ、じゃあウィーナーって書いてないバージョンがあるってことね。そうですね、はい、わかりました、はい、ボンバーマックスです。はい、ボンバーマックスで、これが、うん、Jバトルと多分ポスターとかですかね。あ、そうでしょうね。はい、ここになんか入ってるかな。リエバトルのほら優勝カードが1枚だけひっそり入ってたりするけど。そうなんですよね、うん、あ、これだな。はい、で、デイバトルはまた違うカードですね。何、はい、うつせみ道場。あ、それ新しい、初めて見た、はい、これシールドトリガーのやつですね。はい、シールドトリガーのうつせみ道場。あ、これこのカード普通にパックに入ってるやつだよね。そうですね、パックに入ってるやつなんですけど、うん、はい、これプロモになってます。全然色が違う、絵が違う。はい、わ、はいね、かりました。すごい、これはディエバトルの景品です。ディエバトルの景品です。はいよ。で、これはあれかな、そのデイバトルのポスターですかね。そうだね、はい、はい、デイバトルは土曜日、月末近い方の土曜日で、開催しますので、ぜひ皆さん参加ください。はい、8月の31日までらしいですね、こいつは。あ、このうつせみ道場がもらえるのは、はい、来月までなんで結構短いですね。はい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 、わ、はい、かりました。これはオープン大会だからね、みんなもどんどん参加してください。参加してください。はいよ。で、デッキケースが、うん、これは前回と一緒かな。そうですね、前回と一緒ですね。はい、新しくなったんだよ。うん、まあでもこれ多分そろそろ変わるかもしれないんでね。あ、そう。はい、まあなんだろう、多分2段ぐらいは同じこの柄でいくと思うんですけど、うん、次の通常段の3番目が来た時に多分変わると思うんですよ、これ。前もそうだったんで。だから大会やってない時期が長かったからさ、なんか配った覚えがあんまりないんだよね、これ。あんまりないんですけど、一応規定通りいけばこれ変わると思う、うん、はい、わかりました。今月か来月ぐらいまでです。はい、ことだけ。大会優勝者の、デッキケースでした。そうですね、はいはい、というところかな。注意事項は大丈夫かい。イベントごと封筒なんだこれ。まあ人数をちょっと気をつける、密に気をつけるとかそういうことじゃなくて、そのなんだ後半、うん、あ、関係ないか、これは関係ない。大丈夫大丈夫、ね、交換景品がなんかいろいろ入ってますよとか、なんかそういうことですね。はい、これがいわゆるディエマフェスの方の景品でした。そうですね。そして引き続き紙袋といえばディエパラですね。ディエパラ、はい。今日もなんかあの動画のコメントで、うん、なんだっけ、ディエガミ様、ディエガミ様いないんすかって言ったんですけど最近ディエガミ様確かに出てないですね。いないんですよ。うーん、しょうがないんだけど、小学生がねやっぱりね大会にちょっとまだ集まってきてくれてないんですね。はい、はい、で、こっちはそうですね、これは多分じゃんけん大会がボンバーマックス。はい、ボンバーマックス、なんと参加賞がこのパック、通常なら1パックなんですけど、はい、ディエパラはなんと3パックもらえます。はい、1回対戦するごとに1パックなんで。そうだね、まあ、3回対戦するんで3パック。はい、で3倍お得、2勝以上するとこれ。おお、さっきのなかなか手に入らないといううつせみ道士が、これが、手に入ります。優勝しなくても手に入る。そうですね、2勝以上かな。そうだね、すると手に入る。小学生お得、小中学生か。そうですね、うん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 。で、これがポスターかな。はい、あ、でパラの方。はいよ、ね、毎月第1日曜日は小学生以下限定です。はいはい。そしてその翌週、毎週第2日曜日は、こちら中学生、はい、中学生も参加できると、はい、小中学生ですね、こっち。はい、という感じ。最初の日曜日、2週目の日曜日と2週続けてディエパラがあると、はい、8月の頭だから。そうだね、来てほしいね、そろそろ小学生ね。さあ、これは来るでしょうかっていうことですね、本当に。はい、はい、
ということでした。まあディエパラも盛り上げていきたい。で皆さんが来てくれれば、あの伝説のディエ神様も降臨されるんじゃないかと。そうですね、ちょっと衣装をまとって出てくるんじゃないかな。そうだね。さらに昨日の自粛生活で太ったと言われるデブ神様が現れるかもしれない。太りましたよねやっぱり、ね、うん、ちょっと怖い怖い、ボヨボヨしてる。はい、うん、はい、じゃあこうご期待ください。ご期待ください。はい、ありがとうございました。いまーす。ルックアイランドは商品が安いわけでもない、そして広くもなければ綺麗でもない、だがたった一つだけ負けないことがある。ブックアイランドに来れば友達仲間ができる。ブックアイランドジュニア入間店。